フェリックス水道は、イタリア・ローマにある、中世ルネサンス時代に、ローマ教皇シクストゥス5世により作られた水道。教皇の本名フェリックス・ペレッティにちなんで名付けられた。日本語訳として、フェリーチェ水道と表記されることもある。カシリーナ街道沿いの水源パンターヌ・ボルゲーゼから約2 4トル離れたローマに水を供給していた。水源から1 3トルは地下を、 その後ローマベッキアで地上に出て、アレクサンドリナ水道、クラウディア水道、マルキア水道の移行の水道橋を改築再利用してローマに達し、終端点のクイリナーレの丘のフェリックス水道の泉まで繋がっていた。建築家、ドメニコ・フォンターナとジョバンニ・フォンターナの設計で作られたフェリックス水道により、6世紀までにローマ水道が破壊されたため、 水を得ることが難しくなっていた、主に修道院が建てられていたローマ南東部の丘陵地区に再び水を供給することが可能となった。1589年10月には、教皇シクストゥス5世の指定であったビラ・モンタルトに給水が開始され、その後1589年には少なくとも27の泉に水が供給されるようになった。フェリックス水道の泉の碑文と、 日本語訳。シックスタス V、ポーンマックスピセニズ、アキム EX ワグロコロンニー、ビアプレニストシニストローシサム、マルダーコレックスヨネビナラム、ダドシニオソ A、リセプテクロ、ミル XXA、キャピット21アダキシット、フェリスマックデノミネアンテポンディクシット。ありがとうございます。